あ、来た。おはようございます。やったー、来ました。さあ今日も10時ということで、さあ皆さんおはようございます。さあ今日もですね、元気にいきたいと思います。さあ女王様こと、レッツマンボーということで、クスナマンボーです。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。やっとだいぶ皆さんマンボーって言ってくれるようになって、ありがとうございます。さてさて、ということで今日はプレシャス飯田橋店様にお邪魔しております。さあ早速ですね、抽選終わって今入場中となってます。さあメインのですね、アドリブ兄さんが来るまでですね、もう少々お待ちいただきたいと思います。さてさて、ということでですね、準備ができたら登場していただきたいと思います。あ、音声 OK、 音声 OK ですか皆さん。いけました。さあではですね、仮初めの音声 OK、 音声 OK ですって皆さん、おはようございます。おはようございます。相変わらずうるさいですね、朝から、はいはい、皆さんおはようございます。おはようございます、はい、お久しぶりです。はい、ね、はい、これ見やすいね。見やすい、すごい。すごいこれ。私これ 見えないんですよね。あのノブロックさんが使ってるの見て、すごい画期的よ。そうそう、すごい。あ、俺いいなって思ってたんですよ。うん、パソコンの。ですね。屋外、まあまあまあ、そんな感じでですね。はい、何撮りました？巻き場を撮れたんですけど。やだー。じゃあ、まあ、落ち着け、落ち着け。ね。第10回目ですよ、いよいよ。あ、そうですよ。ついに10回目です、ね。はい、まあ、なんだかんだあんな放送も交えつつ、こんな放送も交えつつ、こんなところまでやってきたんですけど、皆様お付き合いいただきまして、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。本日もですね、やっていきたいと思うんですけれども、巻き場を、まあ、この番組フラグティエなんでね、はい、ただ打って勝った負けたじゃない、何かがあるということで、はい、まあ、偉い特化ゾーンだったり偉いフラグを引こうという、はい、ところなんですけど、まあ、一応あれかな、巻き場でいうと黒バー揃いなのかな。そうですね、フリーズ、ね、まあまあちょっと確率が分かんないんですけど、はい、まあ、狙うはあれだったり、まあ、あと特化ゾーンもいろいろあるんで、ね、はい、G1 ラッシュだったり、後乗せのなんか連打のやつだったりとかあるみたいなんで、はい、まあ、ちょっといろいろとお見せできればと思いますので、皆様に、はい、今日もよろしくお願いいたします、まあ、もちろんですね、これで蓋をするわけではございません。ちゃんとですね、私10回目ということで用意してきました。何がお待ちかねの、どうせ行けない店に行って、まあ、大体合ってるんですよね。大体合ってます。はい、これが千葉で盗まれた豚ですか。違う、豚じゃない。右上の画面流れてますよ、今日も流れてます、はい、今日も流れてます。皆さんのコメントも映ってます。はい、じゃあ着替えて。うわ、マジで M と S どっちがいいですか。一緒にやろうという提案が、あ、ありがたいですね。ぜひ実現したらそんなのもやってみたいと思いますけれども。はい、はい、音割れてます、すいません。 S と懐かしいね、これ。 M サイズどっちがいいですか。ちょっと色違うんですよ。 M サイズと S サイズどっちがいいですか。いや、 S でいい。 S にするんですか。何これ、いたいたいた。あ、すごいすごい。映ります。ね、今日も生地が薄いね、これ。薄いですよ、ね、ちゃんと私もほら、絶対 M サイズがいいって言うのかと思った。ほら、ちゃんと巻き輪を描いてきたんですよ。ほら、かわいいでしょ。これうまくね。意外に頑張った。うまい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 、うん、ちょっと頑張った。はい、わかりました。え、生着替えします。また大丈夫、いける、ここならいける。あ、本当にやってくれるんですね。はい、では行きましょう。アドニーの生着替え。参ったな、もう。なんで私のマイクで喋るんですか。通報しました。ひどいな。主人さん、マイク引かないと、あ、マイクじゃない、画面引かないと、笑いにもならない。もうなんかモザイクかかってる。はい、ありの
ママの早く来てもらっていいですか、腹を見せるのよありのママの腹になるのなんかお腹でもちょっと痩せたかな、お前 S はダメやちょっと待ってねえだから M だから M つったのにねえちょっと S はあかん、へそらしいねえやだ、これあかんこれあかん、でも座ればあんま分かんないから、まあまあね、分かんないかもしれない、うん、はい、ということで、はい、我々も早速、はい、取り掛かりたいと思いますので、はい、本日も一日よろしくお願いします。一回蓋します。まだくすまちゃんとの音声がつながってないんですけれども、ああ打っていきたいと思います。よろしくお願いします。あ、いきます。来てます。はい、まあ打ち方としては基本的にあの左にバー狙いですね。はい、ヘルメット面白くありがとうございます。滑った時はスイカなんですけど、スイカがチャンス目なんですけど振り打ちで OK と。はい、完璧にアドニーとはチェリーが止まった時は、まあ右リールにあの赤と紫の塊を狙って強チェリー A、強チェリー B、あと弱チェリーの見分けをつけるっていう感じなんですけれども、はい、一応まあ設定差今のところ出てるのがスイカと弱チェの確率のみという感じなので、ゴーゴー、黄色、赤、おい、あたた今日もこういう日ですかあっさりですね。いや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 、10回目ですよ次回からスタメン入れて、スタメン変えたら入れ替え、あれ俺がオープニングでレッツマンボーすればいいのいや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 、あ、行くんじゃないか、あ、行くよこれ、プール、たまりましたね、はい、はい、よし、じゃこれ交互にしようか、交互にね、うん、G3、 はい、じゃあこっちで兄がカメラやればいいんだよもはや本来の良さ、これはやっぱ ART 入れないと、はい、見せ場が伝わらないんで、そうですね、ちょっと少々お待ちくださいね、はい、アドニー夏だから水着で打ってたって、水着で、はい、それ誰が喜ぶんですか、みんな喜びますよね、喜ばないよ、だいたいこの画面にさ体映るとこないでしょ水着にネクタイでお願いしますだって、ブーメランがいいってよ、ほら喜んでくれるってみんなあ、どうどう、いやちょっとダメだったわ、ダメだった、なんだろうな、前やった時もっとうまく入ったんだけどなで俺これなら、はい、今回の放送いけると思ってたんだけど、はい、あ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 、わかった、わかる、出たよ、わかる、飛び出たよ、出たのわかる、はい、でかい、よし、さあ巻き場をシャッターがちょっと見えなかったですねよし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 、はい、もう天井、まだ天井じゃないです、何回転ですか今、当たりました、387、387、はい、じゃあちょっと次は ART 入れたいから、そうですね、大勝負いきますわ、大勝負いきましょう、あれの
どれ？あれ完全告知ね。ちょっと待って。え、完全告知の大勝負だと。完全告知の大勝負だと ALT の期待度 56% です。ただゲーム数が5ゲームなんで、これ外したらかなりかっこ悪いです。そう、はい、5ゲームで7分の1を引くんですよ。はい、いくよ。はい、見ててください。大丈夫、揃うから。いくよ。はい、さあ頼むよ。さあみんな期待してますからね、これ ART 入れてください。これマジで本当レバーオン大事。はい、7分の1イメージして、7分の1。はい、7分の1ですか。じゃあ見てた、見てかはい、来ました。巻き場をシャッターしたんで逆押しで揃えましたね。おめでとう。さあこれで ART です。はい、これで ART ゲットです。さすがです。よしなんか恐ろしいものを見た。いけるいけるいける。はい、今日はいけるよ。じゃあ ART の継続率が50から85、はい、だよね。まあどこに振り分けられてるかわかんないですけど、初期セットに関しては4ゲームで何つうの、戦国乙女の最悪参戦編みたいな感じの上乗せ特化からスタートします。はい、最低40るんで、はい、でもちろんここでレアコを引きたい。あ、プッシュ出たから偉いんじゃないか。どうよどうよ。おい、おら、さあさあさあ、もう60ですよ。チェリー引いた、チェリー引いた。最終ゲームチェリー、最終ゲームでチェリーだよ。あー、弱だ。30ってことはトータルで、はい、90。出ないのね、出ないのね。この次じゃないですか。でも出ないですか。はい、ラウンド1いきまーす、はい、90からスタートです。はいすごい、今豚の盗難増えてるんだけど家族増やしてるって豚の豚の盗難って何。豚の盗難が増えてるらしいですよ。じーじあー、1しかたまんない。チャンス目にいたのに、あと1個、あと1個なんだよね。残りゲーム数は、あ、一体でもじゃ、これ弱地引いたから残りゲーム数23。そしてこれで調教いけば、はい、いくよね。いったいった。背景夕方でチェリー引いたから、はい、あ、来た来た。はい、たまりました。それで、はい、ここからが大事、はい、ここからが大事。さあ、ART 中のチャレンジカップ出走です。 G1 って偉いよね。 G1 って期待度約 80% だよ。ちょっと期待度何、期待度 80%。 お前そういうの言うなや。期待度 80% 言うなって、万が一のことがあるんだから。 80% です。万が一のことがあるから言う。 80% ですよ。まあ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 大丈夫だよ、これは行くよどっちどっち、いや、どっちがいい、どっちがいい、どっちがいい。一発一発一発いっちゃう、一発一発いっちゃう。本当に一発いこう。分かった、じゃあみんなのことを信じる。行こう。大丈夫でしょ、本当に。行けましょう。大丈夫だよ、本当に。ゲーム一発勝負、直線勝負です。本当に G1 ラッシュ、 G1 ラッシュ。ただいま ART 中となっております。本日ですね、プレサス飯田橋店様にて巻き場を作ってます。ないわもうね、ない。
あそこで仕留めてると仕留めてないで全然違うんですよね。すいません、なんか外しました？いや、何も知らないですよね。なんかさっきちょっと G1 で見えたんですけど、隣の台じゃないの？そうですよね、なんか期待度 80% って聞いてたんですけど、はい、おかしいな。もう一発怖いわみんなあれだけ一発って言ってたのいや、リスナーさんは悪くないですよ、もちろんです。さあ、ね、はい、で、まあ、なんとかここで継続すればいいんだけど、はい、そうですね。いや、行くでしょ。あ、あれがいない、カスケードがいないよ。お、ちょっとあれ見てみる、アナゴワクチン。せっかくなんで見てみましょう。3番人気ですか？アナゴワクチン、別に調子良くないね、普通。どうした？どうなんだろう、誰が来る？あ、カットイン青だ。うん、うんこめが幻覚だったのかって来てます。幻覚です、はい。みんな脱法なんちゃらでもやってんじゃないですか、本当に。いや、やめろみんな一瞬寝たんですよ、多分。夢。いや、ちょっとこれも、しかもさ、はい、継続しないパターンや。来ちゃいましたね。これもし負けたら、ちょっとチェンジだから。そうですね。はい、もうヒットポイントがちょっとゼロになる。ゼロになる。復活は？まあ最後復活残ってる。ああ、ここの集中戦も青いから。ああ。おい、本当巻き回で継続したこと一回もないんだけど。お疲れさ。誰が終わったっつったよ、お前。だから見えないんだって誰が終わったっつったよ。おめでとう。誰も終わってないわよかったよかった。こっからや誰が交代する準備してたやつは俺カメラなくてもやってるわって、それすごい、どんだけだって話なんですけどピチピチの T シャツ着てるのは、まあでも映ってなきゃいいかなって感じですお腹冷えないでくださいね。はい、いや、一応 S と M を買って、一応選ばせてあげようと思って聞いたら、自分から俺 S でいいわって言って S 来たんですよ。だって中途半端なのもちょっとどうかと思うわけよでもちょっとお腹出てるのはちょっとびっくりしました。1番人気カスケードだけど、2番人気がマキバオだよ。カスケード見てみよう。カスケード、そうですね、調子いかがですかね。あー、さすがですって出てる。嘘、最強馬の風格が備わってますね、さすがですか。かっこいいもんな。厳しそうだな。アドニーもタレゾーだもんな。そうですよ、35歳のタレゾーですからね。まあほら、タレゾーってのは俺本当にタレだからねこの前知ってますよ。あ、自分で書いてると思いましたよ。本当にタレだからまあいいや。チャンスですよこれ。あっと、あれ確か礼服成立時にこれをして何か鳴るとストックが継続がとか言ってたの。いいんじゃない？あれ大丈夫か？不安だよ。いくよ。押して。はい。で、今回は振り向かないで見えましたねこれ。豚カットインは？いや、あの見えないっていう声が多かったから。豚さんカットイン。よし。見えない。これ50じゃないぞ多分。50じゃないぞ。はい、ここで強チェリー。はい、 G1 ラッシュ。さあ、来たよ来たよ。ここで来た。さて、さあ G1 ラッシュっていうのはですね、はい、猪木の闘魂ラッシュみたいなやつなんですけど、はい、多分この強チェリー行ったのかな。まず対戦相手が決まってて、うん、俺と変われ、え、ちょっと待って、俺と変われってきたのがちょっと面白かったすいませんどこにどこにいるんだ
すみません、はい、上乗せかけた感じです。上乗せ特化ゾーンとなってます。すみません、続きでお願いします。行くぜ。まず対戦相手、はい、これがカスケードじゃなければ、はい、チャンスある。カスケード、アマゴアッチ、モーリーアロー、ベアこれはね、続くかもしれない。誰？モーリーアロー。モーリーアロー、なかなかこれはいいかもしれない、はい、それで、一応リールが逆回転するとっていう、あの忍び魂2のレッドの時みたいになります、はい、見たい。入った。10、まずまず、まずはね、はい、OK、OK、OK、いいね、いいね、いいんじゃないこれ、10じゃなさそうだよ、ほら、20、頼むよ、あー、くそ、リプレイ引いちゃダメなんだな、入った。おー、2段階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 、面白い。こっから見えるんですよ、負け場が。おーおーおーおお。いい、よっしゃ。いいよ、うまいよ。いいですね。でこれで、はい、勝つともう一回、もう一セット。勝ちましょう。あー、ドキドキ。うわー、嘘でしょ。ねえねえ、あれ継続期待度高いキャラじゃないの。高いキャラです。ベアナックルの次にモーリーアロー高いです。終わった。あれ復活なしない。でも開始画面が赤いです。開始画面なんかかわいい巻き箱。そしてこの牝馬はなんていうの。この牝馬巻き箱かわいい。この牝馬は何。巻き箱、巻き箱、巻き箱。あ、そう。この牝馬は何。